丈夫です。俺一人で歩けますから。すみません。迷惑をかけてしまって。その言い方はやめてください。辞令に異を唱えるつもりはありませんけど、俺先輩より上だなんて思ってませんから。ありがとうございます。大丈夫です。静かにしていればそのうち酔いも覚めますから。いいんですよ、伊庭さんの気持ちは俺にもよくわかりますから。もし俺が彼の立場だったら同じことをしてしまったかもしれません。子供の頃から好きだった人を、いきなり出てきた冴えない男に取られてしまったら、嫉妬して意地悪をしてしまうのも無理はないですよね。雪村先輩、そんな俺に気を使わなくても。先輩、本当は今日気持ちを伝えるつもりじゃなくて、もっともっと努力して先輩に釣り合うような男になれた時言うつもりだったんですけど、先輩がそう言ってくれても俺の気が済まないんです。でも本意じゃなかったとしても、きっと今日気持ちを伝えたことに意味があるんでしょうね。好きです、雪村先輩。さっきは土方さんがいて、きちんと気持ちを伝えることができませんでしたから、今日のうちに言っておかなきゃいけないと思って。すみません、俺眠くなってきました。先輩、先に広間に戻っていてください。俺のことなら大丈夫です。多分一眠りすれば酔いも覚めますし、それにこのまま先輩と二人きりだと理性が持つかどうかわからないですから。